非常に距離的にも、まあ、いいんじゃないでしょうかね。名古屋選手のキックをこれからすると、はい、まあ、完全に直線狙えるような位置でもありますし、まあ、東口選手とのこう駆け引きですよね。さあどんなボールを蹴っていくのか。中村俊輔だ。これが中村俊輔だ。いや来ましたね、同点ゴール。中村俊輔ビューティフルゴール。これで同点に追いついて、そして J1 通算直接フリーキック得点ランキング単独トップに躍り出ました。やはりこう中村選手のフリーキックの数が増えると、まあ、ゴールまでね、持ってこられる確率が高くなりますよね。はい、さあここは直接福田さん狙いますよね。もう狙ってもらいたいですし、夏休み最後ですから、はい、こういうシーンたくさん見たいですよ。記念に残る、はい、まあ、記憶に、ね、残る。そうなんですよ。これね、もう壁の問題もありますけど、これ日本代表の西川と中村俊輔の戦いなわけですよ。そうですね、はい、まあ、20メートルぐらいですけど、その中にいろんな駆け引きが入ってますから。西川はその俊輔さんが蹴るときにいろんなところに目配せをしてくる、チラチラ見るんだそうですね。そうなんです、ね、この駆け引きが非常に面白い、楽しいんだというふうに西川も話していました。僕昔俊輔がセルティックに行ったときにちょっと話聞いたんですけど、厳粛な話、やっぱ1試合のうちに 2,3 回あると1回目2回目はキーパーの動きもいるらしいですね。ああそうなんですね。で3回目に勝負するみたいなこと言ってましたから。なるほど、まずはそのぐらいですね。やっぱキーパーの動きを見るんですよね。蹴る前にやっぱどっちに動くか見てるみたいなんですよね。さあ大きな山場を迎えました。いやー決まった。いやー直接フリーキック、これが19本目は自身の記録をさらに更新するゴールということになりました。1本目で決めてきました。1本目で決めちゃうんですね、俊輔はね。すいません3本なんて言いましたけど、日本代表の西川、前回決めたのは東口です。日本代表2人です。代表のキーパー変えないとダメですね。いや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 、大丈夫ですか。改めて見てみましょう。いやそのぐらいすごいところですよ。これは及びませんね。いや西川もちょっとね、やっぱり少し逆の方にステップ踏んでるかもしれませんけど、スピードコースもう完璧ですよ。夏休みの子供たちにとってどんな記憶になりますかね。いやもうこれはね、焼き付けてもらいたいな。最高の思い出じゃないでしょうかね、はい、19本直接フリーキックからゴールが生まれているというこの中村俊輔です。すごいですね、19本フリーキックで決めるってすごいですよね。締めの1本となるかどうか。元同僚の六段が止めるか。帝もセットしています。低いボール決まった。3点目、中村俊輔直接フリーキック、自身通算20本目、3対1です。決めました。やっぱり精度高いですね。そうですね、素晴らしいですね、はい、速さそしてコース見事でした。壁のすぐ、これ駆け引きですよ、はい、本当にキーパーとのね、6番もちょっと右に重心がありながら左に飛んだというような感じでしょうか。